はい、というわけで今日も元気を社会の勉強やっていきましょう。今日は太政大臣と左大臣、右大臣の違いって何ってことについてやっていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。太政大臣と左大臣、右大臣は大法律令で決められた役職になっていきます。政治を行う太政官のトップが太政大臣になります。しかし実際に政治を行っていたトップっていうのは左大臣です。そしてそれを補佐するのが右大臣になっていきます。それでは具体的に見ていきたいと思います。今回やっていく太政大臣と左大臣、右大臣ですね。まあ太政大臣は割とその有名なんじゃないですかね。後からやっていくんですけど、平清盛がなっていた役職です。じゃあこの太政大臣って何っていうと、奈良時代に作られた大法律令、この大法律令っていうのはその後何百年も国の政治を、支配していく仕組みの元になったものです。これによって決められたのが太政大臣になります。この大法律令によって政治を行う人っていうのは太政官ですよっていうふうに決められました。太政官っていうのは、何人かいる人たちが政治を行っていきますよ。でその太政官のトップが太政大臣になっていきます。政治をやっていく人のトップですよ。しかしこの太政大臣は確かに偉いですよ、太政官のトップですよっていう風になっていて、この太政官の一番上の人なんですけど、じゃあ太政大臣の仕事って何っていうと、そこまで詳しくは書かれていなかったので、まあどっちかというと、なんかその実際にこうこうこうでこうこうこうみたいな感じで仕事をしているわけじゃなくて、ボスみたいな感じでトップとして君臨しているっていう、まあ権威的な仕事みたいな感じになっていけば、とにかくいればいいみたいな仕事なんですね。はい。で、この大法律上後、大体150年くらいは、この太政大臣、決められませんでした。なんでかっていうと、この、その、太政官のボスなわけじゃないですか。なので、その、それにふさわしい人がいいわけですよ。太政官っていう頭のいいスーパースターみたいな人、いる中のトップなんですから、いやいや、あの人はちょっと太政大臣には向かないんじゃないの？まだまだこいつは若いからな、とかっていう風な感じで、150年も誰もいなかったんですね。その後、まあ150年後に、まあその本当にその時の権力者である、めちゃくちゃすごい権力を持っていた、まあ藤原のなんとかっていう人が太政大臣に、任命されました。まあ有名なのは後に平清盛が太政大臣になったっていうことですね。武士として初めて太政大臣になった。この時の平氏っていうのはめちゃくちゃ力を持っていたわけですよ。武士っていう人が貴族に代わって登場して、どん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 力をつけていって、貴族よりも力をつけていった。そんな中で結構武士って、いやいや武士ってだって大したことないでしょ、ボディーガードでしょ、もともとだって天皇とか貴族のボディーガードだったじゃんっていう風に結構馬鹿にされていたんですよ。なので平清盛としては、俺たち武士って馬鹿にされているけど、お前らより強いんだっていう権力を手に入れるために、当時まあ普通は貴族がなるはずだった役職に武士でもなれるんじゃいって言って、無理やりになったわけですね。だからこそまあすごいというか、当時の平清盛がいかに権力を持っていたかっていうのがわかりますね。有名な歌で、兵士にあらずんば人にあらずみたいな感じであったんですけど、兵士じゃなきゃ人じゃねえっていうふうに言えるくらいの、当時平清盛兵士っていうのは力を持っていましたよ。はい、続いて左大臣と、右大臣ですね。この左大臣と右大臣っていうのは太政大臣と同じで、大法律令によって決められていた役職になります。まあランク的には太政大臣の一つ下です。一応太政官っていう政治を行っていく人たちの、一つが、左大臣、右大臣なんですね。なのでこの太政官のトップである、太政大臣よりは1個下なんですけど、実際にじゃあ太政大臣ってこうこうこうでこうこうこうみたいな仕事を指示していたのかっていうと、まあボス的な感じで、まあ、上で威張っているだけなんですよ。なのでじゃあ実際に政治を行っていたのは誰なのかっていうと、この左大臣と右大臣なんですね。なので実質的に政治を行っていた人のトップですよ。で、左大臣、右大臣っているんですけど、左大臣の方が、まあ権威は強く、なっています。まあ、偉いですね。そして、右大臣は、まあ、左大臣の補佐というか、お手伝いしますよ、っていうことですね。で、もし、左大臣が、まあ、病気とか、死んでしまったりっていう時には、右大臣の人が、左大臣の代わりをやるっていう感じですね。まあ、生徒会長と生徒副会長みたいな感じですよね。生徒会長の補佐をする右大臣みたいな感じになっています。はい。というわけで今日は、太政大臣、左大臣、右大臣の違いって何ってことについてやっていきました。この3つに関しては大法律令っていう奈良時代に決められた政治のやり方、
どうやって政治やっていけばいいの、誰が政治をやっていくの、その下には誰がいるのっていうふうに細かく決められた役職のうちの一つになります。大法律令で決められた政治をやっていくよっていう人は太政官って言われるんですね。太政官が政治やっていってもいいですよ。で、その太政官の中のトップが太政大臣になっています。ボスですね。しかしその太政大臣っていうのは、ボスっていう役職はあるけど、実際にその太政大臣がこうこうこうでっていうことは指示しないわけですよ。なので実質的にじゃあそのボスの下で働いていたのは、左大臣と右大臣、左大臣の方が偉いですよ。そして右大臣はそれをサポートしますよっていう役割で政治をやっていましたよってことになっていきます。